り雑学。今回はリクエストいただいた囲碁第三重潜水艦についてざっくり解説するのだ。リクエストありがとうなのだ。囲碁第三重潜水艦は大日本帝国海軍の15型潜水艦巡潜乙型11番艦1939年昭和14年の第4次海軍軍備補充計画4計画により1939年6月7日に呉海軍交渉で寄港。1940年昭和15年9月17日に進水し、1942年昭和17年2月28日に竣工した。竣工と同時に呉鎮守布石となり第14潜水隊に編入された。3月10日第14潜水隊は第8潜水船隊に編入。4月11日伊三重は呉を出港。16日伊重第1潜水隊と共に航潜艦隊を編成。20日にペナンに到着し、22日にペナンを出港。5月7日早朝アデンを航空偵察、8日夜にはジブチを航空偵察するが搭載機が発見されて対空砲火を受けた。19日にはザンジバルとダルエスサラームを飛行偵察し、停泊中の輸送船1隻、出港中の4000トン級輸送船を報告。着水時に搭載機のフロート1つが破損するも機はそのまま収容された。20日モンバサを潜望鏡偵察、24日夜にはディエゴ・スアレスを潜望鏡偵察。6月17日特設巡洋艦報告丸愛国丸と合流し、燃料補給を受け、第一次砲毒潜水艦として零式水上偵察機、91式航空魚雷の設計図、89式空気魚雷14本、零式水上偵察機シェラック660キロ、運も840キロを積んで枢軸国の友邦であるドイツへ向かった。伊三重船の暗号名はモミであった。大西洋へ向かう際に通過したホエル40度と呼ばれる海域では、排気口からの海水の流入によるエンジン故障が発生。6月30日には南アフリカ空軍の偵察機に発見されるも、被害を受けることなく離脱することに成功。アゾレス諸島近海では8月2日に敵機の攻撃を受けるも、甲板の板が剥がれる程度で済んだ。8月6日ロリアンに到着、当地で U ボートと同じ灰色迷彩塗装が施された。また96式連装対空機銃が取り外され、代わりに電波探知機メトックス、エリコンに10ミリ4連装機銃が装備された。伊三重船は電子兵器ウルツブルクレーダーなど4エニグマ暗号機50台、魚雷発射誘導装置1、魚雷用爆薬 50kg、 輸送品67箱を積み、魚雷3本、英式水上偵察機1機、航空魚雷の設計図等をドイツ側に引き渡した。8月22日ロリアン発、10月8日ペナンに到着。エニグマ暗号機10機のシンガポールへの陸揚げを命じられ、10月10日にペナンを発して10月13日にシンガポールに到着。エニグマ暗号機を陸揚げした伊三重船は、当日出港直後に触雷して沈没した死者14名。この触雷の原因は、機雷を除去した安全な航路が変更されていたにもかかわらず、天独作戦中に変更された暗号による暗号文でこの航路変更が伝えられていたため、伊三重がこのことを把握していなかったことによるという。海軍は搭載物の引き上げを図り、20ミリ機銃弾のほとんどと魚雷発射誘導装置、ウルツブルク射撃管制レーダーの設計図等を回収したが、多くの荷物は破壊され、最も重要な積み荷であったウルツブルク射撃管制レーダーも破損してしまった。1944年昭和19年4月15日に除籍された。戦後の1959年昭和34年
8月に北西船舶工業により扶養され、設計図なども有効に活用された。その後1960年、昭和35年2月にかけて解体されたのだ。転覆に成功したにもかかわらず積み荷を失ってしまったのは残念でならないが、成功しただけでも十分な働きをしたとも言えるのだ。ご視聴ありがとうございますなのだ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いしますなのだ。